どうも、おでこ TV の朝日と申します。ちょっと本日はちょっと悲しいお知らせなんですけれども、ちょっと金魚の、小梅の方が落ちてしまいました。はい。まあ理由はね、もう小梅に関してはちょっとまあここ数ヶ月ぐらいずっと、調子を落としておりまして、で理由はやっぱね、天服病でした。うん、いろいろね、いろいろやったんですけど、まあいろいろやった。うん、餌変えたり、まあエア食い防止でネット張ってみたり、水草をめっちゃ浮かべてエア食いしないようにしたりとか、あとまあ温度上げたりとか、まあまあいろいろ考えることをいろいろやりました。うん、だけど結局治らず、もう原因もわからずで、だんだん弱っていくってパターンでした。で多分もうやっぱ腸が、お腹の形も少し最終的に悪くなってきて、でまあ弱って落ちたっていう形で、でずっと転覆していたので、なんかちょっと動画にも上げれないというか、ちょっとね、だったので、ちょっとまあだんだん弱っていったのはちゃんともう見届けて、でやることはまあある程度私の方でもやったんだけど、まあ落ちてしまったっていう形でございます。で小梅に関しては、まあ私の奥さんのもじゃさんが私の誕生日、2年前の誕生日の時に買ってくれて、でちょうどそれが10月の19だったんですよね。でもうちょっとだったんですけど、2年持たなかった形でございます。まあね、ちょっと愛着もあったっていうのもあったので、でやっぱね、金魚正直この2年ぐらい、はい、4匹、購入したんですけど2年と持たなかったということで、まあ私の、まあ、飼育の方法がまずかったっていうことですよね、やっぱね。だからまあちょっとで、やっぱ金魚むずいなっていうのがやっぱ印象ですね。なかなかね、まあ水槽が小さかったのかもしれないですし、まあなかなかですね、なかなかです。うまくいかない形でした。まあちょっと、まあすぐじゃあまた、前もそうだったんですけど、じゃあ金魚飼うかっていうと、多分そういう気持ちにもなれない形なので、まあ当分はちょっといろいろ勉強してからねっていう形にはなるかと思うんですけど、いやでもね、可愛がっていた金魚だったので、ただまあもう弱ってく、突然死とかじゃなくて、もう本当に、はい、あ、もうやべえなみたいな感じだったので、まあもうしょうがないやしょうがないんですけれども、というご報告の動画でした。ということで、まあちょっとね、悲しいご報告ではあるんですけれども、まあ次に生かしてやっていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで終わりにしたいと思います。